皆さんおはようございます。西武新宿線の都立化成駅ですね、歩行動画で今まで何度も登場している駅だと思います。多分歩行動画の登場回数だと全国第1位だと思いますね。2位はどこなんだろうな。2位は中野かな。ここは東京都中野区ですね。鷺の宮と書いてあるけど、若宮ですよ。今日はですね、2012年の12月16日ですね。これから選挙の投票に行きたいと思います。衆議院議員選挙、だから東京の場合は都知事選挙もあるんで、都知事選挙と衆議院議員選挙と、あるんですけど、あと最高裁判官のなんとかっていうのもありますよね。でね、なんで以前もね、同じような動画ね、何度も上げてますけど、なんでこう選挙の度にこうやって動画ねわざわざ撮るのかって言ったら、やっぱりこういつもね、選挙の投票場所に行くとですね、おじいさんおばあさんばっかで、あんまりこう若い人がいない。いつも私が最年少って感じですよね。だからもっとね、こう若い人たちに、どんどん投票に行ってほしいなってね、そういう気持ちでね、動画をアップしてるんですね。もちろんこの動画を見る人はね、最初から行く気なのかもしれませんけど、なんかこう、なんていうのかな、おじいさんおばあさんばっかしか投票に行かないからこそね、だからこそね、行ってほしいなっていうのかな、そういう気持ちがありますね。なんていうの、こう希少価値じゃないですけど、だからこう自分のこう、なんていうのかな、自分がこう、なんていうのかな、アウェーで勝つっていうんですかね、スポーツでもこう、なんていうの、ホームゲーム、アウェーゲームってあるじゃないですか。選挙の場合はちょっと違うんですけど、なんていうの、たくさんこう自分の敵がたくさんいるところで勝つっていうのかな、そういう喜びっていうのがさ、そういうのを持ってもらいたいなっていうのかな。自分のホーム地、ホームっていうの、自分の本拠地でだったら勝って当然じゃないですか。そうじゃなくて、敵のところに乗り込んでいって、おい、どうだ、ね、ここだったらお前、俺を殺せて当然だろみたいな感じでね、ちょっと大げさですけど、そういう感じでこう挑発していって、であっさり勝ってしまうっていうのかな。イメージですけどね、そういうこう、おじいさんおばあさんばっかしか行かないからこそね、どうだ若者も行ってやろうっていうね、そういうこう、そういう気持ちで、ほらこれ選挙ポスター書いてあるでしょ、この人支持しませんけどベストなんだこれ、モニュメントか、フォークにスプーン。それからさ、あんまり注目されてないんですけど、最高裁判所の裁判官の、国民審査って言ってね、こっち行くか、最高裁判所の裁判官はね、このまま続けてもよろしいのかどうかっていう、そういうのを判断するっていう、そういう選挙もあるんですけど、あれはなんかこう知名度が低くて、なんかこうどうしたらいいのかわからないっていうのかな、なんていうの、ちょっとこの裁判官がね、いいのか悪いのか自分にはわかんないから、結局なんかこうみんな罰つけないで、で結局何事もなかったのようにね、はい、あなた OK ですってね、あなたどうぞそのままお続けになってくださいってことになってしまうっていうのがね、そういうことがありますよね。だからさ、あれ思ったんですけど、この人にはね、この人は支持しませんっていう場合にだけ罰をつけてくださいっていう、そういう選挙方式になってるんですけど、それやめて、支持する場合は丸つけてくださいっていうふうにした方がいいですよね。それで、丸をつけなかったらもう不支持とみなすっていうね。なんかこう、何もしなければ無難だみたいな、そういう考え方ってあるじゃないですか。だから、何もしなかったら不支持だよみたいなね。じゃない。何もしなかったら、不支持っていうことにね、した方が公平なんじゃない。その上でね、選挙に行った人の、
過半数が空欄だったら、お前不支持されてねえんだよっていう風にね、した方が、いいんじゃないかなと思うんですけど、今のやり方だとどうやってもさ、なんていうのかな、不支持になりませんよね。あ、こっちか。でね、だから今回ね、私は無理やりにでもね、最高裁判所、最高裁判官に、罰をね、一人でもいいから罰をつけようと思ってですね、なんか選挙法候補を読んでですね、じっくり読んだんですよ。でもなかなかね、難しいことばっかり書いててよくわかんなかったんですけど、一つだけね、なんだっけな、以前あったじゃないですか、なんか君が代、中学校から小学、なんか学校の卒業式で、なんか君が代を歌いたくないっていう教師がいて、で、その人は歌わなくて、で、歌なかった人に対してね、お前ふざけんじゃねえじゃないですけど、なんか、なんかさ、解雇処分にしたりとかね、言及したりとかさ、なんかそういう、まあそれは一番大げさな例かもしれませんけど、そういうことをやったっていうんで裁判になったじゃないですか。その時に、なんかこの、そういう処分をすることは憲法違反ではないっていう判断をした裁判官がいて、その人にね、私はペケをつけることにしましたね。なんかそれ別にさ、その君が歌わない人がいても、ほっとけばいいと思ってるんですよ、私はね。別にさ、なんていうの？それは好ましい行動かどうか、それはちょっと疑問ではありますけど、でも、めくりじゃかけてさ、なんかさ、教師としてなんとかとかさ、日本人としてなんとかとかさ、そういう風にこうさ、なんていうの、叩く必要ないと思うんですよね。教師の仕事はさ、あれでしょ、授業やることですから、ね、別に卒業式って1年に1回しかないわけで、そこでさ、国歌歌わなかっただけでさ、だから何って感じですよね。まあ、そんなこと言うとさ、特にニコニコ動画のね、ニコニコ動画とか見てる人、ニコニコニュースの人だとかで、お前バカじゃないのとかね、なんだよとかね、公立なんていうの、公務員としてどうなのさとかさ、なんかそういうこと言う人、なんかお前バカだろっていうね、とか言う人いるんですけど、でもね、残念ながらね、バカでも選挙行けるのがね、日本の民主主義なんですよ。だから私はね、バカでもアホでもね、バカでもアホでも、どじでも間抜けでも、犯罪者でもね、無知でもね、どんな人でも選挙行ってほしいなって思って、まあ動画をね、上げてるんですよね。ちょっとどんなにしたかな。まあね、その君が代を歌わなかったね、教師をね、注意することが、注意っていうか勧告か、することがさ、憲法違反ではないっていう判断がね、そんなにこう最高裁判所の、裁判官としてね、そんなにこう失格だってまで言えるかどうかね、ちょっとそれは疑問ではあるんですけど、でもまあでもさ、ペケをつけてる人がね、たくさんでいればさ、あ、もうちょっともっとね、緊張感を持って裁判しなきゃいけないぞっていうね、そういう気になりますよね。ちょっとなんかいろいろ話したいこと多いんですけど、もう若宮小学校ついてしまいましたね。中野区立若宮小学校。この門柱っていうのかな、門に立ってるこの石柱っていうのかな、柱があるんですけど、これはね、全国どこ行ってもね、結構こう重々しくね、ドシーンとね、やって、立ってる傾向がありますよね。こうビシッとね、立てられてますよね。衆議院選、最高裁、都知事選ね。じゃあ行っていきたいと思います。まあそんなわけでね、投票を終えてきました。まあ、今回はなんかその投票用紙も多かったですね。まあ、衆議院議員選挙、都知事選挙。まあ、衆議院議員選挙は比例と小選挙区と2つありますんでね。いや、ここあれですよ。中野区立若宮小学校の校内ですよ。なんかこう、芝生があって。なんか、ここなんか走るんでしょうね。バーってね。こっちにも門がありますね。こっちは裏門でしょうね、多分ね。
こうやって落ち葉がね、こうたくさんこう積もってると秋だなっていうね、秋のこう風景って感じですけど、東京の場合は、東京っていうのは非常に温暖な地域なんで、秋っぽくね、秋っぽい風景になるのは12月からなんですね。気象庁の定義によれば、冬なんですよね、もうね。なんかこう都知事選挙の、まあこのスペース無駄ですよね、こっちに。そうですね、まあこっちがね、小選挙区ね、まあそんなわけでね、たくさん紙をね、箱に、重々しい箱に投入してきたんですけど、なんかわざとね、こうなんていうのかな、例えば佐藤太郎みたいな感じでこう候補者名とか書いてあるじゃ、書くじゃないですか。それで佐藤太郎なんて人いませんよ、そんな人いませんけど、わざとこう自分が書いた名前をですね、その係の人にわざと見えるような感じで、見えるような側にね、こうわざとこう向こう側に向けてこうなんていうの、投入してやりましたよ。で、私隠しませんもん、誰に投票したか。なんかどっかの国だとさ、なんかこうなんていうの、体制側がすごい強力なこう権力を持ってて、選挙は一応やるんだけど、なんかこう体制、なんていうのか、体制側に反対する人がね、投票するとなんかこう逮捕されるとかね、逮捕拉致されるとか、なんかそういう国もあるっていうね、そういうなんかひどいね、極悪非道な国もあるっていう、なんかテレビで前やってましたけど、日本はそういうことないんでね、全員一票入れられるわけですから、本当に選挙行ってほしいですね。まあ、多分選挙行かない人っていうのはさ、どうせさ、自分が一票入れたって大してどうせ変わんないしさってさ、なんか自分の無力さにね、悟ってるんでしょうね。君選挙行くのって、選挙行って何か変わると思ってるの、バカじゃないのみたいなね。とかさ、なんか選挙っていうのはね、組織票でね、決まるんだよ、知らなかったのみたいなね。私がね、選挙行ったところで、何か変わる確率は 0% なんで、0.0001% じゃなくて、本当に 0% なんですって。もうすでに結果決まってるんです、だから意味ないんですとか言ってる人いるかもしれませんけど、でもさ、あれですよ、なんかさ、なんとか団体のさ、組織票とかだってさ、別にさ、なんていうの、組織の代表者がさ、皆さんの投票用紙は全てお預かりしましたってね、しかるべきところに投票するので、皆さんは、選挙のことは心配なさらずに、職務に当たってくださいみたいな、そんな感じでさ、強制的にこう、なんていうのかな、強制的にこう全員のさ投票用紙を没収して、どっかに入れちゃうとか、そういうわけじゃないでしょうから、ちゃんと一人一票なんですよね。だからさ、なんていうの、なんていうの、どこの組織にも属してない人がね、どんどん投票にみんながバンバン行くことによって、こうなんていうのかな、なんとかのこういう業界団体とかそういうところに支持されていても安心できないっていうのかな、支持されていてもそんなのはね、何の力にもならないっていうさ、そういう本当の意味でのね、本当の意味での民主主義っていうのかな、そういう風にしていけたらいいなって思うんですよね。だからさ、別になんていうの、日本医師会かなとかがさ支持されてるって言っても、そんなの、あ、そうですかってね、だから勝てるというわけでも何でもないみたいなね、そういう風になったらいいなと思いますよね。よくさ、ニコニコニュースとかだとさ、まあ、ニコニコニュースはさ、結構極端かもしれませんけど、ニコニコニュースとかでさ、なんかバカバ選挙行かないでくれとかさ、お願いだから無知なやつは選挙行かないでくださいとか、なんかそういうこういうコメントつけてる人いるんですよ。でもそういう考え方は私は大嫌いですね。さっきも言いましたけど、バカでもね、バカでもアホでも選挙行ってほしいですね。なんていうのかな、極端なことなんですけど、もし本当に分かんなかったら、あ、この人顔が面白いから一票入れちゃおうみたいな、それでもいいと思うんですよ。極端な話ね。どうしてかっていうと、そうやってこう、なんていうのかな、少しでも選挙に関心持ってやらないと、その政治家たちもね、あ、こいつら若者たちは選挙に関心ないから、この人たちのためにね、ための政策やっても選挙に勝てないから、無視しようってなっちゃうじゃないですか。だから、適当にでもいいから、一票入れるっていうのかな、選挙に行くっていうのが大事だと思いますよ。
困ります。無灯火自転車事故のもと、まあそりゃそうですね。あとさ、最後なんですけど、やっぱりね、私の、考え方としてはですね、やっぱりこう投票率が上がった時になんていうのかな、投票率がガンガン上がって 80%、90% くらいにこうガンガンあって、みんながね、若者もバカな人もアホな人もね、無知な人もみんながね、選挙に行った時に、不利になる政党ってあるじゃないですか。まあ、この今回の衆議院選に限らずね、あると思うんですよ、あるんですよ、うん、毎回のようにね、あの投票率がね、下がっていくとどんどん有利になって、上がると不利になる政党ってあるんですよ、実はね。そういうところはね、沈んでほしいなって思ってますね。投票率がこうガンガン上がって、みんなが選挙に思いっきり関心持ちまくった時に伸びてくるね、政党っていうのがね、それが本当の意味でいい政党でしょ。それ疑いの余地がないですよね。バスが走ってますね。まあ、そんなわけでね、西武新宿線の鷺宮駅に到着しました。ね、皆さんもね、どんどん選挙に行って、どうだ参ったかって感じでね、一票をね、一票じゃないですよね、たくさんある場合、紙をいくつか入れると思うんですけど、ごめんね、選挙にね、行ってもらえたらなと思ってます。それではね、ありがとうございました。さようなら。